KMX は日本海軍が開発した航空機用の磁気探知機。3式1号探知機とも呼ばれる。アメリカ海軍の潜水艦による通称破壊戦により輸送船が沈められていく中で航空機による対戦紹介のため東海や96式立港を中心に装備された。KMX は航空機より 潜水艦を発見する手段として1942年秋より海軍航空技術省にて開発が開始された。以後、開発は順調に進み、1943年11月に正式化され、1944年4月より実戦配備された。特に実戦配備された最初の部隊である立山基地の第901海軍航空隊では、 KMX の探知能力を活かすための対戦相当法を研究し、小隊ごとの対戦相当法を確立するなど、実戦において活用された。日本海軍では、非常レーダーの配備が進まず、また、レーダー自体の能力も基礎工業力の限界により信頼を欠くものであったが、その中で、潜水艦を15隻探知し6隻を撃破した、KMX の探知能力は、 ある程度の信頼が置けるものであった。しかし、実戦配備された時期は、マリアナ沖海戦の直前であり、主要航路や日本近海でも制空権が失われつつ、あった時期に、対戦哨戒機が活躍できる場は限られていた。KMX を装備した東海。機体側面の C マークは、距離確認用のもの潜水艦は時期を帯びた鉄材で、組み立てられているため、 管の周囲には固有の磁場が発生する。KMX はこの時期の変化を電流を流したコイルで検知する装置である。もし航空機に取り付けられたコイルが潜水艦が発生させる磁場の中を通過すればコイルには起電力が発生する。光や通常のレーダーで用いる波長の電磁波はインピーダンスの不整合によって海水面で反射されたり、 海水によって吸収されるが、政治上は、海水面での反射や海水による吸収がないため、海中深くに存在する潜水艦を探知することができる。ただし、KMX の実用化に際しては、潜水艦からのわずかな機電力を検知するための増幅機、また、地球の地磁気の影響を排除する、電気式天輪装置、航空機自体が発生させる。 過電流のノイズを排除する、打ち消し回路が必要だった。特に地球の地磁気は、潜水艦の時期より数千倍強く、木のコイルが角度を変更するとたちまち強い気電力を発生させ、潜水艦の識別を不能とした。KMX の有効探知範囲は指して広いものでは、ない。性能は、敵潜水艦が3000トン級の質量を持っている、場合。 探知距離は、直上距離160メートル、左右距離120メートルである。敵船がセントン級であれば、直上距離120メートル、左右距離は90メートルであった。東海の場合、時期の変化を検知すると、KMX は、電子人のレシーバーに、特徴的な音を鳴らし、また、拳流系の針が触れ、警報灯が明滅した。さらにブザーが鳴り、 海面を着色させる、信号弾が自動投下された。探知範囲の狭さから東海を使用する部隊では、以下の戦術を用いた。3機、または6機の応隊を組んで飛行し、1機あたりの相互間隔は200メートルとした。東海の機体後部には、視力検査表の C の地に似たマークが付けられたが、このマークが一つながりの円に見えれば適正な距離を保っていた。 この変態は、味方の船団の進路上を直角に折り返しながら、飛行し、潜水艦の探知に努めた。探知に成功すると信号弾が海に投下され、海面が着色された。変態はしばらく直進の後に反転、再度潜水艦の位置を探知して、進行方向を割り出す。目標海面を割り出した後に前期が対戦爆弾を投下して撃沈する。 昭和20年3月から6月にかけ、ジェジュ島、ノモスリツボ基地の951空に配備された、東海部隊12機はこの戦術を徹底し、東、シナ海で7回の撃沈確実戦火を報告した。ありがとうございます。